そうです。うちが、そういう家系でして、林一家といいますかですね、林やってるお家でしたもんで、小さい時から楽器は存在してたもんで、逆に言うとそこら辺に本当に置いてあったもので、割と身近な楽器ではあったんですね。だから出会ったというか、いつもあったという感覚で目にしておりますね。そうですね、特に勧められてたわけじゃなくて、小学校2年生の時に、祖父に自転車を買ってあげるからやったらどうだとか、いろんな、そういうものにつられてやってみて、その発表会に出ないかということで、それに出ることによって、その楽器を経験したというのが最初ですね。と、締め太鼓から大体するもん、やっぱり体が小さいものなので、ついもやっぱりこれはこのサイズしかないんですね。なのでやっぱり小さい子はなかなか難しいんですよ。ここにこう乗っけるやつ乗っけられなくて、子供の時どうしてもこういうふうに乗っけちゃうっていう形しかできないもので、最初は大体太鼓から始めて、それからこの鼓に行くっていうのが多いですね。だから小学校2年生の時に、両方締め太鼓の方と鼓と両方やってみて、で、まずは太鼓からやろうかなみたいなことで始めまして、それから鼓と、そういう流れでお稽古してまいりましたですね。大鼓はもう僕は、大学入ってからですね、それまでもうほぼ触ることなかったですね。桜はですね、この胴っていう、この中心に、鼓の中心にあるこの砂時計のような形にしたものが胴と申しまして、これが桜の木でできてます。墨染め桜ですね。でできておりまして、全くそんな考えもなかった。知ったのも本当大学になってからぐらいですね。なんでできたのかなと思って調べたら桜だったというようなことで、特にそんなことも教えてはくれないことですし、いつもはですね、このままではなくて、もっとコンパクトにすることができまして、これをバラバラにするっていうか、紐をこう緩めると、こういう胴と皮の部分にセパレートがされまして、そういう形で持ってますね。そうですね、この紐、この麻でできてますけども、この調べという申します紐によってこう組まれてるんですね。バラしてみますか。一度お願いやっしてみてまいいしょうですか。か。せっかくなので、これでも本当に僕らいつも大体この別バラバラにして持ち歩くんですけども、ほとんどの方がご存知じゃないですね。これいつも膝の上で大体やってるんですけど、今 すいません。ちょっとここでこういう形で、これだけですぐにバラバラになりまして、こういうように、2枚の皮と調べとこの胴で構成されてます。そうですね、本当心臓部分で、これが本当にいいものであればやっぱりいい音がするって言います。皮はもちろんそうなんですけども、やっぱり重要なところですね。中はこういうふうに空洞にこうなっておりまして、ここを表から皮の振動が裏に抜けて裏側が鳴るという構造なんですけども、この中もですね、実はこれ桜の木を一刀彫りなんですね。で、この彫るのがなかなか技術がなかなか難しくて、今の技術、今でも彫ってらっしゃる方いらっしゃるんですけども、なかなかやっぱり難しいようですね。これはちなみにこちらは江戸時代のものって言われてまして、こっちはもっと古くて桃山時代のものと言われてます。同じように中はこういうふうに、同じなんですけども、この彫りとかがいろいろありまして、彫りによって作者が分かるとか、そういうこともあります。ただこれも安土桃山時代って言われてますけども、言われてるだけで実際のところは定かではないですけども、おそらくそうじゃないかって言われてますね。そうです、この彫りが再現できないみたいですね。あとは木の質もやっぱり昔の木の方がいいって、
どういう部分でいいというのは僕らもちょっとわからないんですけども、やっぱ木の質がいいようですね、はい、そうですね。これ掘り方が違うんですけども、うん、こう見えますかね、内側にこう、そうですね、このカンナ目がありまして、段々になっているのと、こうムカデが張ったようにこう、そうですね、まあ、昔はその、まあ、あのお殿様とかもやってたりしてた、まあ、高貴な方がやってた楽器だった、まあ、能とかですね、やっぱりそういう方だったもんで、やっぱりそのいいものを作ると本当報酬もすごかったって言われてるんですね。本当、まあ、一つ作れば本当 1年間食べていけるとか、それぐらいの報酬があったって言われてまして、まあ、今はね、まあ、本当そういうコリック作ったところでっていう話じゃないですけども。まあ、でもそういうのがあったのでいいものができたって言われてますね。だから本当何百個も作った中での一つとかというのがやっぱいい楽器として残ってるわけですね。たくさんやっぱりこうみんなが、たくさんのやっぱりこの銅を掘る方がたくさんこう本を掘って、その中から選ばれたものが残ってる。やっぱりいいものにはいい蒔絵がされてるというのが多いみたいですね。でもその逆もありまして、いいものを見せるために、まあ、芸だけいいものとか、まあ、そういうのもありますですね。これはですね、あのちょっと面白いんですけども、これ上手下手なしって言いまして、あの上手でも下手でもなるっていうぐらいいい楽器ですよっていう意味があって、その言葉にですね、上と図と下手となしっていうのが描かれてるんですね。上っていうのはその上前の鍵ですね、昔の鍵がありまして、で図っていうのはこの源氏構図の図と、ヘタがですね、どこにあるのかな、ナスのヘタがここにあるんですね、ヘタとナシここにあるんですけど、このナシ、まあ、こういうロゴを合わせてちょっと遊び心がですね、一つの負けになってるとか、まあ、この上手ヘタなしっていうのは本当にいい道に結構ありまして、これはそれの 線で描かれたちょっと珍しい形ですね、はい、こっちの方はですね、これはその宝尽くしみたいになってまして、その雅楽のですね、ものがとか、これ鳥かぶとっていうんでしたっけ、はいね、とかちょっと消えちゃってるんですけども、こっちは古いですね、ほとんど消えちゃって何かわからないみたいな形ですね。そうですね、これは代々伝わってきたもので、あとは今仮にこれから積み始めるっていう人がやっぱり今欲しいとなると、骨董品屋さんとかですね、そういうのをこう回っていいのが残ってないかとか、古いものをこう探すしかない状態ですね。修理がもうほぼできないですね。だからもう本当、まあ磨く程度しかできないですね。革は修繕ができますね、はい、ただ本当に革もやっぱりいい革がなかなかこうないですね。であと革もやっぱり鳴るまでにこう何十年もかかるんですね、打ち込むのに。これはまあ打ち込んでる革なので、まあちょっとこういう貫入っていう傷がこうついていくんですけども、打ってるうちにですね、こういうのがついてきてやっと良くなってくるような楽器でして、表側はそうですね、実際こっち表側の方が、まあ、打つ手が実際こうやって当たるところなので、傷がついていくんですね、細かい。こういうのでよくだんだんで皮がいい感じにこう伸びてきていい音がするんですけども、まあ一概にどれぐらいって言えないんですけど、大体50年ぐらいかかりますかね。だから新しい革を育てていても自分の代では、まあ、ほぼ使えないですね。だからその自分の、まあ、息子が使ったり弟子が使ったりとかって後のために育てていくような感じですね。この革は実際はうちの祖父が使ってた革ですね。20代の時に打ち始めたんですけども、その時はもうパンパンで音がならなかったんですけど、最近それからまあ30年以上打ち込んで、最近ちょっといい感じに
なってきましたですね。本当にいいのって多分2、30年ぐらいじゃないかなと思うんですけどね。だからこう古い革はやっぱりなかなかないもので、やっぱり常に僕らはこう探してるっていう感じで、だからこれからどうなのかなって心配なんですけども、あ、特にないですね、うん、あとは自分にこう合う合わないっていうのはあるんですけども、まあ大体いい楽器ほど、まあ、誰でも割と使いやすいっていうのはありますけど、まあ、あと特徴的なピッチが高いとかピッチが低いとか調整しやすい楽器とか、音はすごくいいけど調整いろんなこう多様性がないっていうような楽器とかもあるんですけど、まあ、それが程よく程よいのがここら辺だと思いますね。ちょっと分かりにくい話かもしれないですけども、あ、木の質でありますね、はい、やっぱりいいものってやっぱり重いですね。だいたいその450グラムとか、だいたい今それぐらいなんですけど、そこから例えば400グラムとかそれぐらいになってくるとあんまりいい度がないですね。やっぱりある程度450以上ぐらい でそれに負けいい負けがついてきて470、80とかそれぐらいになってくるやつがやっぱりいいものが多いですね。だからなんか選ぶときはなんかもやっぱりそのあんまり軽い度はだいたい良くないですね。木の質がやっぱりこう詰まってて、音に関してはやっぱり形状だと思いますね。その木の質よりもこの彫った人の、うん、結局表から打ったものがこうポンって当たって中に空気の波動がこう動くわけ でこの中を通るときに中は一瞬こうまっすぐに見えるんです。中はちょっとこういうふうな形状になってるんですね。中はでここの圧縮された空気はポンってこう表から打った音がこう叩いた音がこう入ってきてでこう圧縮されるんですよ。一回細くなってそれから広いところに出るときに大きい音が鳴るっていうような構造なんですね。そこの絞るのが難しいみたいですね。どれぐらい絞るとか、あとそのこういうふうな形になってるんですね。ここの受けって言いますか、ここの部分ですね、ここら辺の角度とかこういうのが本当に繊細でこれが再現できないって言われてまして、まあ、音が鳴る構造というのは表から打った音がこの中を空気が抜けてその振動が裏に伝わって裏の皮が音が鳴ってる、うん、上手い人ほどクリアに後ろに抜けるんですね。でそうじゃない方ほど表のノイズが多いっていうか、実際一番いいのは表のノイズはあんまりなくて裏だけが綺麗にポンってなるっていうのが理想的ですね。だから楽器のこと裏が鳴ってるのでそれが結局後ろの屏風に当たってその間接音をお客様が聞いてるっていうのが大体音の流れとしてはそういう形になってますね。表感もやっぱある程度は出るんですけども、それとうまくミックスされた綺麗な音がこう出る。あ、ちょっとありますね、その癖があるんですけど、これはまあ好みでもあったりとか実際打ってみないとわからないですね。こうやってなんか見てこっちがどうのこうのっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、まあそれはちょっとね、僕にはわからない、うん、あと皮ですよね。その皮もこう2枚あれば鳴るってわけじゃなくて、これまあうちに100枚ぐらいはあるんですけども、その中からまあ夫婦みたいなもんで似合いそうなカップルを探してくるわけですね。でこれがその中からよりすぐりの、まあ、とってもいい感じだなと思って組んでずっとやってきたんですけども、これも破局を迎える可能性があるわけですねカップルと同じで、そうなった場合にどっちを変えようかとか、まあこれ表がこれぐらいのピッチで裏がちょっと裏の方が高いんですけども、この裏がちょっとへたってきたと思えば裏をもうちょっと若い子を連れてくるわけですね。でそのカップルが合うかどうかっていうのを、最初合わないんですけどもやっぱり2人がだんだんこう仲睦しくなってくればいい音がすると、それもやっぱり変わってくるんですね。だから常にそういうことを繰り返してるんですね。結婚相談所のおじさんみたいな感じでそのカップルをいくつか仲人してるわけですね。
その組み合わせをいくつかいつも持ってて、その湿度に合った皮を持ってくる。今日は多分湿気はある程度あるなと思ったので、まあ、中ぐらい湿気に対応しているような皮と、まあ、もうちょっとピッチの低いやつと持ってきてるんですけど、それも想像して持っていくと。やっぱ音ですかね、やっぱりあのこの独特の表から打った音ってこう耳の横を通っていくんですけど、ここの音の感じがものすごくこう心地よいんですね。鳴った時は、鳴らなかったら本当にあの不快なんですけど、あの打楽器でこういう音が調整できて割と心も表現できるっていうのはなかなか ないと思うんですよね、うん、で色は本当にこう喋るように打てるですね、まあ、本当まあ締めるとピッチは高くなると開けば低くなるんですけど、そこら辺をうまくこう調整しながら、あとまあ演奏してる時もあの方角の方は割と洋楽みたいにこう線縦でこう割と決まってなくて縦の線で捉えないので、それに対してこうバタと早めに打ったりとか、まあ、三味線音楽はこう弾いてる中でそれに三味線に対しても別に合わすのがいいわけじゃなくて、それに対してどう打っていくかっていうのがこう毎回あのゲームみたいな感じで、今日はこうやってちょっと遅れめに打ってみようかなとか、まあそういうのは楽しいっていうんですかね、まああの積みっていうかまあ林お囃子の魅力になってしまいますけど、割と打つときはそういう感じで打っていきますね。水はあの銀座6の関西能楽堂、あそこのオープニング公演の時に、まあ、何かそのお囃子だけの魅力は能楽ではないお囃子の魅力はなんかこう感じられるようなものができないかということで作った曲でして、まあ、何にしようかなと思ったんですけど、まあ、シンプルに、まあ、水でやってみようかなと思って、まあ、これは水ってあの表現であのお風呂に入ってる時に雫がポタポタって落ちる音を昔から聞いてたことがあって、あこの音からなんかこう音楽が作れないかなってずっと思ってたことがあって、そうだそのポタって音から始めてみようっていうことが、まあ、始まりなんですけど、ただ鼓ってポンから立ってあんまり打っちゃいけないっていうか今までないフレーズなんですよ。ちょっとダサいっていうか、あの歌舞伎の音楽は絶対ないんですよ。ポンからちょっとタヌキみたいな、なんかタヌキがお腹ポン立てたみたいなそんな感じになっちゃうので、今まで存在しなかったんですね。あんまりそんなフレーズ打っちゃってって言われるようなあれだったんですけど、あえてベタなんですけど、まあ、言葉のごとくポタッと落ちる表現を鼓で、もうこれがおかしくないと自分で思いながらこうやってみようと思ってやったのが初めなんですけど、まあ、あのやってみたら割とベタなんですけど、まあ、雫っていうふうには分かりやすい、まあ、鼓ほど分かりやすい楽器はないかなと思うぐらい、まあ、合うかなと思って、まあ、雫から始まり雫がこう増えていくことにより、まあ、川の流れとなり、で川から海に川があの下流に行くことにより海に注がれ海の波となりっていう、でその海、まあ、雨が降ってその海の海水が、蒸発してで雲に行き雲から雨が降り、でそういう雨はやがて雫となりっていう、その水の一生こうサイクルを曲にしたんですけども、まあ逆に言うと割と人の一生にも置き換えるようなこともできて、まあそれの心を割とこう人の一生と水の一生をこう両方をこう絡めてイメージした曲っていうんですかね。はい、では小鼓を組んでみたいと思います。調べをですね多少こう緩めまして、この間に銅を、乗せます。で皮でサンドイッチするようにして調べ余分なこの調べをですね締めていきます。たるみを取っていきますね。
さらにたるみをこう送っていきます。順番にあやとりをしているようなんですけど、調べのたるみを徐々に送っていって、最終的にこの部分を締めていきます。もう一回ぐらいですかね。調べを送っていきます。これでだいたい締める作業としては終わっておりまして、この後微調整に入ります。微調整っていうのはこの調べのこの強さがですね、こう一箇所だけこう仮に強かったりとかすると皮がこう斜めになっちゃうんですね。こっちが強くてこっちが緩いとこっちから空気が入っちゃうと言いますかね。そうなると型調べといってならない状態になってしまうので、この調べの緊張率を均等化します。さっきみたいにこうあやとりをしているようなんですけど、手の感覚で今ここは緩いので、この緩いところを逆に全体的に均等的にこう緩ましてやると。今この1回だけなんですけど、これで調べの強さが程よい強さになっております。でこれで出来上がりですね。でこう構えてということでございます。
おOh!